空の虹。アクシズを止めるためロンドベルは二次攻撃の準備をしていた。だが残る艦隊戦力ではアクシズのノズルやアクシズそのものを破壊するのは難しい。そこで攻撃失敗時にはアクシズに潜入して内部から破壊するという決死の作戦が立案された。成功すればアクシズは分解し破片は地球圏外に飛び去る。よし、三段構えだ。すまんが、みんなの命をくれ。出撃準備の喧騒の中、チェンは奇妙な情報に動揺を隠せないでいた。サイコフレームの技術がネオジオンからもたらされたものだというのだ。チェン、どうしたんだ？私の持っているサイコフレームと太陽のサイコフレームが共鳴して未知数の機能が引き出されるかもしれないって話、信じます？それはないよ。フィンファンネルで勝てるさ。ニューガンダムは僕が基礎設計をして君が整備をしているんだから。一方、迎え撃つネオジオンはアルパーアジールを出撃させる。パイロットにはニュータイプとして卓越した才能を見せるクエスが選ばれていた。大佐、私ラダーの身代わりなんですか？クエス、誰に聞いた？いや、なんでそんなことが気になる？私は大佐を愛してるんですよ。困ったな。なぜ？私は大佐のためなら死ぬことだってできるわ。分かった。私はララーとナナイを忘れる。なら私は大佐を守ってあげるわ。シャア。シャアへの執着から無邪気に戦場に出るクエス。そんな彼女を取り戻そうとラーカイラムにはブライトの子ハサウェイが密航していた。クエスを取り戻すんです。クエスは死にません。その前に取り戻します。そのためにモビルスーツの操縦だって習ったんです。さまざまな人の思いが渦巻く中、アムロとシャアはついに決着の時を迎える。ファンネル、いいな。はい、問題ありません。くるくる。敵は無邪気すぎる。シャアじゃない。あの男でもない。落ちろ、落ちろ。クエスならやめろ。
せろ、アムロ。準備はできたんだろうか。よし、撃て。どれが核だ、ファンネル。そんなに数はないはずだ。そこか。アダク。ブライト、やるな。アクシズが最終加速をかけるか。準備急げ。もう少しだよクエス、待ってて。任せろ、アムロ。
ナレスクナイカー。まだ敵がいるのか。捜索部隊の作業が遅れるとアクシズが地球に落ちる。かかりすぎるぞ。まだか。苦しみ存分に思い出せ。情けない奴。
何が、貴様こそその力を無駄に消耗しているとなんで気がつかん。世直しのこと知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。一気に叩く。しかし革命の後では気高い革命の心だって援護頼む。官僚主義と大衆に飲み込まれていくから。インテリはそれを嫌って世間からも政治からも身を引いて世捨て人になる。はい、それでこそ私のライバル。に残った人類などは地上のノミだということがなぜわからん。力合わせてもらう。ライト援護頼む。任せろアムロ。このくらい。貴様がいなければ。アダムだと。大佐、お引きください。ナナリ、男同士の間に入るな。大佐、私たちを見捨てるつもりなんですか。アダムだ。大佐は、大佐の命が吸われてゆく。アクシスの落下は始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。なんだ、どういうんだ。やめてくれ。こんなことに付き合う必要はない。下がれ。来るんじゃない。ロンドベルだけにいい思いは立てませんよ。ギガ動画まで無理だよ。みんな下がれ。地球がダメになるかならないかなんだ。やってみる価値ありますぜ。もういいんだ、みんなやめろ。結局遅かれ早かれこんな悲しみだけが広がって地球を押しつぶすのだ。ならば人類は自分の手で自分を裁いて自然に対し地球に対して贖罪しなければならん。アムロ、なんでこれがわからん。離れろ。ガンダムの力はサイコフレームの共振。人の意志が集中しすぎてオーバーロードしているのか。なのに恐怖は感じない。むしろ温かくて安心を感じると。そうか。しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それを分かるんだよアムロ。分かってるよ。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。アクシス、進路変更確実。地球から離れます。